どうも皆さんこんにちは。こんにちは。ネクタイ。はい。最後の。最後は、はい。最後は、何？最後はセミウィンザーノット。セミ？セミ、はい。うん。これは？まあ先ほど、うん。紹介したあのウィンザーノットよりも、うん、まあもう少しこの結び目が小さくなる、うん、あの結び方ですね、うん、だからウィンザーノットのちょっと簡易版みたいな感じです、うん、これだから別名、うん、エスクワイアノットとも言うらしいですね、うん、エスクワイア、エスクワイア、エスクワイアな、はい、エスカイアクラブだったね。そうなんですか、うん、お姉ちゃんがなんていうかな、バニーガールの格好して、ああちょっとハレンチな、はい、すみません、申し訳ないです、はい、セミウィンザーノットですね、うん、まああのちょっと結び目が小さくなるということなんで、まあ、ウィンザーノットの巻き方をもうちょっと簡素化しただけなんですけど、うんうん、もう実際やってみます。そうですね、まあいつも通りこうクロスさせて、こうかな。そうですね、うん、クロスさせてこれをこうやね、ごめん、これをこっち側に持ってきて、で、ウィンザーは、ね、ウィンザーはこうやねな。あ、違う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 、セミウィンザーがそうですね。あ、違う、そうそうそう、ウィンザーは、ごめんなさい、これをウィンザーはこっち側にどうしてんやな、はいはい、このこっち側に、そうですね、でも、うん、ウィンザーは、アセミウィンザーはこれをこっち側にどうすんやね。そうですね、外から内へって感じですかね。でこれで三角形ができんねんね、ここの、はい、でこれをこれをこういうふうに巻いたんでね、ぐーっと回して、うん、これをこういうふうに下ろしてやって、はい、このままキュッと持っていく、ね、長さはバッチリですね。これが何だっけ、セミウィンザーノット、ウィンザーノットね。分かった分かった、もう一回いきましょうか。これをウィンザーはこっちからもういきなり通すのをこっち側に通すよね。そうですね、ちょっと一回巻くような感じで、これで三角形、ここの三角形を作ってあげて、このまま隠すように回して、回してキュッて締めるね。はい、でこうやって三角形を作って、まあキュッと、ほら短くなるこれが、エスクワイヤー、はい、セミウィンザーですね、セミウィンザーのところ。これでも結び目があのウィンザーほどあの大きくないからめっちゃやりやすいな。そうですね、うんうん、結構この結び方されてる方多いと思いますね、うんうん、ある程度これは締めやすいわ、はい、これどんなカラーにあるの、ワイシャツは。これまあある程度、まあちっちゃいって言っても結構ボリュームはあるので、やっぱりワイドカラーとか。そうやな、俺みたいなこのボタンダウンのこのショートレギュラーにこうやるとちょっとやっぱ窮屈やもんね。そうですね、うん、ちょっと収まり悪くなっちゃうね。ワイドとか今流行りのカッターウェイとか、うん、そういった襟型にしていただくと、うんうん、バランスよくまとまるんではないかなと思いますね、うんうん、これでもうネクタイ最終ね。そうですね、基本の4種類という形で、うん、プレーンノット、ダブルノット、ダブルノット、ウィンザーノット、ウィンザーノット、セミウィンザーノット、セミウィンザーノット、この4つを基本に、まあ、他にもまだ結び方っていうのは細かいのはまだあるとは思うんだけども。そうですね、ワイシャツのそのカラーはどんな合うかとか、うんうん、そういうのを今後、動画で上げていきたいと思います、はい、今日はとりあえず、セミウィンザーの結び方でした、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。オーダーチャンネルを面白いと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマホの方は動画の概要欄から、 PC の方はこちらにあるボタンからチャンネル登録をお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。